今回は菅井流三間飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。三間飛車、三三角と上がってきたので相手は持久戦の構えですね。こちらは1六歩とついて様子を見ます。相手は穴熊でしたね。こちらは5六銀から揺さぶりをかけます。4四銀型に対しては7五歩からどんどん攻めていくのが以前の動画で紹介した内容となります。美濃囲い、ただ以前うまくいった例だと1六歩1四歩と端を突き合っている状態だった気がします。今回は1五歩と端の位を取っている関係で相手の穴熊が早めに組み上がっていますね。この辺りが形勢にどう影響を与えてくるかというところです。さすがに相手の穴熊が完成している状態では7四銀とは取りにくいですね。その瞬間に8六歩や5六歩で攻められそうです。こちらが攻める形を作ってるんですけど、相手はノーガードで固めてきました。まあ、ここで7四歩同歩同銀といけないようでは作戦失敗な気がしますね。まあ、ただそこで8六歩5六歩から7五歩とかで強引に暴れられてもあまり自信がありません。ということで少し妥協して6八角から4六歩と銀を狙っていくんですけど、まあ、この展開だとやはり穴熊が鉄壁なので自信がないですね。序盤で端の位を取ったのがぬるかったかもしれません。こちらとしては7四歩の仕掛けがうまくいかないので銀バサビを狙っていきます。まあただかなり怖いですね。同銀と取ってしまうと後々4二角と控えた時に銀取りとなってしまいます。なので5四に逃げたんですけど、これはこれでいつでも5二飛車の筋があるのでかなり危ないですね。さすがにこれは相手の攻めが決まっていてもおかしくありません。とりあえず角道を止めるしかないですね。1分30秒角道を止めることには成功したんですけど、いつでも3七歩の叩きが発生してしまいました。なので相手の銀をタダで取ることはできません。6六歩は助かった気がしますね。6四桂だったらかなり厳しかったと思います。次に角交換して5六桂の筋が分かっていても防げません。この時に桂馬だったら金取りになっているんですけど、飛車だと何でもないのが大きいですね。これは攻め合いに行って勝負桂になったと思います。
振り飛車をやってると2五桂みたいな筋はよく出てきますね。この時に銀をかわすのではなくて必ず駒を打つようにしてみてください。ここは飛車を取って勝ちに行きます。5八に角が来た瞬間がぬるいですね。この展開だと端の位が大きくてこちらが詰みにくい状態となっています。これは完全に逆転していますね。あとは寄せるだけになります。自玉が頓死しないようには注意が必要です。自玉は飛車を渡してもまだ詰みません。これで相手玉は必死になります。よくぞこの厳しい戦いを乗り切った。今回は菅井流三間飛車の将棋をご紹介しました。結論から言うと端歩をついてしまうと4四銀型にされた時に出遅れ気味になって形勢が不利になりやすいことが分かりました。なので今後は端歩はちょっと省略しようと思います。この辺りは難しいですね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。